まだまだ暑い日が続いていきます、うん、そんな時におすすめなのが祭り林37。小田さんお好きですか？祭り林好きですよそのお祭りもまあシーズンではあるんですけれども、あのカーニバルの方の祭りじゃないんです。何でしょう？今年の祭り林37出来はどうなのか取材してきました、うん、出来今朝6時半ごろ、取材クルーは祭り林37を求めて出発。かっこいい。名古屋の街中から車で走ることおよそ1時間、向かったのは緑に囲まれた豊田市のさなげ地区畑。私祭り林37見たことがないんですが、一体どういったものなんでしょうか？あのトラックに積まれてるもの、あれが祭り林37じゃないでしょうか？積まれていたのはなんとスイカ、うん、そう、祭り林37とはスイカのことなんです。なるほど。さなげ地区の上原農園では今日が収穫初日、今年は天候にも恵まれ出来は良いということです。一体どんな味なのか、特別に試食させてもらえることに。うわすごいやん、取れたて。あら、うん、まあすごい甘いですね。すごい、本当に水分が多いです、ね、はい、あのその辺はもうスイカの命ですんで。甘い。適度に冷やして食べるのが一番美味しいかと思います。であんまり冷やすぎても良くはないと思います。高い糖度とシャリシャリ感が特徴だという祭り林37。JA 愛知トヨタでは今日から出荷がスタート。次々と出荷場に祭り林37が運び込まれていました。丸々としてますね。でかいですね。これはもう10キロ以上超えるです。10キロ、はい、いいスイカ、ね、いいスイカです、はい、ここがいい。わしもスイカやし。本当だ。出荷前に品質確認のためスイカを切り、まずは糖度を計測。うわすごい。おお、うまいじゃん。12% 超えが大体平均なんですけど、今日のは 13.5 ということで、大変高い糖度で美味しいかと思います。いやいやいや、これはいいじゃん。そうか、箱詰めの前に叩いてしっかり身が詰まっているかどうかを確認。このポンポンが祭り林っぽいな。あ、本当ですね。味はあの音では分からないんですけど、叩くことでこのスイカ祭り林37で重要な食感だとかそういったことを確認することができます。品質が確認されると出荷のため段ボールの中へ。来週以降には名古屋市内やその近郊のスーパーなどに並ぶということです。ということで、はい、その祭り林37スタジオにも来ています。大きい、大きいんです。このサイズ 3L で8キロから9キロあるんですって。切りますか？さあ行きましょう。私、はい、小玉スイカしか切ったことありません。大丈夫？転がりそうですね。心配、しっかり押さえて切るんで大丈夫です。あ、なんか針がありますよ。大丈夫？大丈夫？はい、いきそうだけど。怖い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 。あれ、なんか普段買ってるスイカより結構。本当？あ、じゃあ私やろうか。あ、いいですか？おの先輩にずっとやって。この祭り林37なんですけど、なんといってもこうシャリシャリっとした食感が魅力なんだそうです、はい、こっち側押さえておきますね。結構か、かあれですよね、張りがありますよね。結構か、皮がしっかりしてますね、はい、すいません、ちょっと予定外に。あ、いたいたいた、綺麗に。ありがとうございます。そうそう、だってなんかちょっとじゃあもう その半分に切っておいていただいて。今聞いた瞬間ね、ここにスイカの香りが来ましたよ。夏の香り、身が詰まってます。綺麗。赤も濃いですね。うわすごいすごいすごい。ありがとうございます。あとはいいかな。はい、切った瞬間の水分が。あ、小田さんがカットするところまでやっていただいたので、じゃあそのまま、じゃあちょっと失礼します。これでね、はい、これでいいかな。じゃあちょっと失礼。手際がもうスイカ職人のようになってます。ありがとうございました。じゃあ皆さんにも試食で。いや、私はやっぱりすごい力ね入れてたけど、皮がしっかりしてるんですね。もう何よりも10キロ近いスイカなので、本当に身が大きくて、はい、すごいね。ここ食べる。ありがとうございます。あるんですね。これ食べましょう。はい、どうぞ召し上がってください。これすごい。ちょっといただきますね、祭り林。うん。
すごい。あ、もうものすごいこの果汁と、ね、甘みとさっきも言ってましたシャリシャリ。これもうほんまかき氷食べてるのかと思うぐらいシャリシャリしますよ、これほんま。もうあの口に入れた瞬間果汁ボタボタボタって落ちますね。そうなんですよ、うん、もう今も手がびしょびしょになっちゃって、もう滴りますね。これ俺カブトムシやったら喜ぶわ俺が。あのお値段が1玉3240円から最大で 5L まであるということなんですが、うんうんうん、あの数量限定の出荷でネットでも購入可能ですし、うん、JA 愛知トヨタのネットショップでも販売が間もなくスタートするということです、うん、見つけたら買わないとね。今月18日からとなっています。うん、いやいいね、この程よい甘さが最高でございますね、これ。夏熱中症予防にもいいですね。うんうん、